こんばんは、シュンパイロットキヨキヨです。さて本日取り上げる内容ですが、マイクロソフトフライトシミュレーターなどで使用可能なフライトプランを作成するサイト、シムブリーフが新たに更新され、UI が大きく変更されました。そのため、今回は新しくなったシムブリーフの使い方についてご紹介をしていきます。今回ご紹介するシムブリーフというサイトですが、出発空港と到着空港などを入力することでフライトプランを自動作成してくれるウェブサービスになります。 SIM ブリーフを使用するためにはナビグラフというサイトに会員登録する必要があります。登録は無料となっています。今回新たに会員登録したい場合はレジスターを選択していただき、クリエイトワンアカウントを押します。ナビグラフに登録するための画面が表示されます。自分の名前と E メールアドレス、エイリアスにニックネームを入力し、最後にパスワードを入力します。エイリアスに入力した名前については、フライバイワイヤー A32NX などのサードパーティー製アドオンと連携する場合に使用する名前になります。作成が終わったら、クリエイトアカウントを押します。クリエイトアカウントを押すと、登録したメールアドレスに登録用のコードが送信されます。メールアドレスにあるコードを入力し、Verify を押します。登録が完了すると、ナビグラフの購入ページが表示されます。SIM ブリーフを無料で使いたい場合は、この項目は無視していただいて大丈夫です。もう一度 SIM ブリーフの URL にアクセスします。右上のログインを押します。サインインを押します。先ほどナビグラフに登録した E メールアドレスとパスワードを入力します。入力したらサインインを押します。ナビグラフの有料オプションの画面が表示されます。必要ない場合は一番下のノーサンクスを選択します。SIM ブリーフの ID がある場合、インポート用の画面が表示されます。今回は新規に作成していますのでノーを選択します。コンティニューを押します。サインインが完了するとこのような画面が表示されます。今回 SIM ブリーフが更新されたため、今までの画面とは異なり、新しい UI に変更されています。まず左側から順番に確認していきます。一番左側の Latest Flight では、現在有効になっているフライトプランを確認することができたり、フライトプランを編集することができるようになっています。次にフライトプランズについて、Create New Flight を押すと、新しくフライトプランを作成する画面が表示されます。View Saved Flight を押すと、セーブしたフライトプランを読み込んだり、直近20レグ分のフライトプランを確認または編集することができます。エアクラフトには直近30日に使用した機体の種類を表示します。一番右側のナビグラフについては、有効になっているエアラックを確認することができます。半分より下の部分については、直近4レグ分のフライトプランを確認することができたり、そのフライトプランを編集することができます。もし画面上の文字が見にくい場合には、一番右上にある3つの点を押します。ラージテキストを有効にします。こうすることで文字を大きくすることができます。また、月のマークの右側を押すことで、ダークモードに変更することができます。それでは新しい SIM ブリーフを使用してフライトプランを作成します。この画面内の Create New Flight を押すか、左上の3本線をクリックし、New Flight を押します。新しくフライトプランを作成する画面が表示されます。まず、フライトインフォにあるエアラインに航空会社の名前を入力します。航空会社については、例えば、全日本空輸の場合 ANA、日本航空の場合 JAL、といったように入力します。次にフライトナンバーに便名を入力します。デパートに出発空港の4レターコードを入力します。例として東京国際空港を出発空港にしたい場合は、デパートに RJTT を入力します。次にアライブに到着空港の4レターコードを入力します。例として今回は大阪国際空港の
RJOO を入力します。オルタネートに代替空港の4レターコードを入力します。こちらはオートにすると自動的に代替空港を選択してくれます。出発する時間を設定する場合はデパートタイムを調節します。こちらは世界協定時 UTC となっていますので注意してください。エアクラフトタイプでフライトに使用する航空機を選択します。もしフライトに使用する機体のパラメーターを自分で作成した場合は、エアフレーム側を押すと選択することができます。上昇と降下の速度のプロファイルについて2種類以上登録されている場合、クライムプロファイルまたはディセントプロファイルで内容を選択することができます。次にコストインデックスを自分で設定する場合、その数字を入力します。クーラーにするとコストインデックスが自動的に設定されます。フューエルファクターでは燃料を通常よりも多く使用したい場合、あるいは少なくしたい場合に設定します。多く使用したい場合は先頭に P が書かれているものを選択し、少なくしたい場合は先頭に M がついているものを選択します。ATC コールサインにエアラインとフライトナンバーを合体したものが表示されます。その他の内容については登録されている機体記号などが表示されます。次にセレクションを確認します。ここではユニットを選択します。もしキログラムで内容を表示したい場合はキログラムを選択し、ポンドで内容を表示したい場合はポンドを選択します。次にオプショナルエントリーズにあるデパートランウェイとアライバルランウェイを確認します。ここでは離陸に使う滑走路と着陸に使用する滑走路が表示されます。もし滑走路を変更したい場合は自分で選択することが可能です。滑走路を変更した場合、それに合わせてシット、スターを変更するかといった確認の画面が表示されます。問題がなければイエスを押します。次にアルタティウドを確認します。ここでは巡航高度を設定することができます。デフォルトの場合、オートとなっており、自動的に巡航高度が設定されます。もし指定した高度で飛びたい場合は、自分で巡航高度を入力します。次に、パッセンジャーズに乗客の人数を入力します。デフォルトの場合、オートとなっており、乗客の人数は自動的に設定されます。その右隣のフレイトについては、貨物の量を自分で入力することができます。ルートの部分には今まで入力された内容をもとにフライトプランが作成されています。このルート以外で飛びたい場合は下の方にルートが表示されていますのでお好みのものを選択してください。もし作成したフライトプランを相手と共有したい場合はシェアフライトを押します。共有するための URL が表示されますので右側のコピーを押しURL を相手に連絡します。URL を受け取ったら、ブラウザに貼り付けます。これで、フライトプランを相手と共有することができます。ただし、このシェアフライトについては、パイロット ID とキャプテンネームがそのまま相手に伝わる仕様になっています。この2つについては、個人情報となってしまいますので、共有する場合はパイロット ID とキャプテンネームを削除した状態で渡すことをお勧めいたします。フライトプランが完成したらジェネレートフライトを押します。これでフライトプランを作成することができました。フライトインフォメーションのタイムには飛行の予想時間が表示されます。フライトに必要な巡航高度、コストインデックス、平均的な風などについてはフライトプランサマリーに表示されています。搭載燃料と貨物、乗客の人数についてはロードシートにあるブロックフューエル、カーゴ、ペイロード、パッセンジャーなどで確認することができます。ルートでフライトプランを確認することができます。旧バージョンであった OFP の表示についてはブリーフィングプレビューの小ディテールを押すことでこのように表示することができます。デパーチャーエアポート、アライバルエアポート、オルタネートエアポートを押すことで、その空港のメタ、ノータムの情報を確認することができます。PMDG などのサードパーティー製アドオンにフライトプランをインポートするためのファイルをダウンロードしたい場合、フライトプランダウンロードズを押します。ここから使用するファイルをダウンロードします。
シムブリーフ右側にある3本線を押し、ウェザー&ノータムを押します。このページで指定した空港や全世界の気象状況を確認することができます。一番上のエアポートサーチで指定した空港のメターを確認することができます。その下のエアスペースサーチについては指定した空域のノータムの情報を確認することができます。ラストフライトを押すことで最後に使用したフライトプランに載っている空港の4レターコードが自動的に入力されます。読み込んだらサーチを押します。これでいつでも複数の空港のメターとノータムを確認することができます。それ以外にも世界中の風の情報や衛星写真などによる雲の様子を確認することができます。SIM ブリーフのユーザーネームとパイロット ID についてはアカウントセッティングスに記載されています。ユーザーネームとパイロット ID についてはそれぞれこの部分に記載されています。新しい SIM ブリーフを使用したフライトプランの作成方法についてご紹介いたしました。UI が更新されたことでフライトプランの作成または確認が簡単にできるようになりました。ぜひ皆さんも SIM ブリーフを使用して本格的なフライトプランを作成してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。